はい、2024年5月15日、一回もね、乗ったことないね、ネズミランドのね、モノレール一周。意外とね、想像してたよりね、眺めが良かったわ。海とか見えてね。中身のネズミランドは全く興味ない。2回ぐらい行ったことあるだけ？日帰りで行ける距離なのにさ。だってね、これはほら、モノレールは鉄道要素があるからね。だからわざわざ行ったの。ね、すごくロングなんだけどね、眺めがすごくいいのよ。土日休みの人とか見てくんないかしらね。この後ね、近くの葛西臨海公園にも行ってね、夜景とか撮ってるの。はい、あとは語りなしです。長いけど見てちょうだいますよ。これは本当にね、長いからね、寝落ちようかもしれない。ストーンと寝られるわよ。途中まででもいいから見てね。Thank you.
Tokyo Disney Resort Official Hotel. Please expect to
ちょっと、どうぞ。
違う、そっちじゃない。あ、そこ。青いとこ。
Thank you.
Thank you.